元気いっぱいに体を動かせば夜はぐっすり眠ることができ、朝は早起きができるようになります。また朝食をとることで一日の生活を元気にスタートすることができ、日中の活動に集中して取り組めるようになります。体を動かすことが楽しいと感じて運動習慣が無理なく身につけば、子どもたちは自然と元気に成長していくと思います。今回も自宅で楽しめる運動遊びを紹介します。それではボール渡しを紹介します。ボールを1つ用意し、2人1組で行います。背中合わせで座り、ボールを右回りから渡していきます。3周回したら次に左回りを行いましょう。左から1、2、3。次に立ち上がり、同様に右回り左回りを3周ずつ行います。1、2、3。反対、はい、1、2、3。最後に上下にボールを回します。頭の上からボールを渡し、股の下からボールを受け取ります。3周回したら反対回しを行います。頑張って、よいしょ。さあ下から1、2、ラスト頑張って3、はい、全て回したら座りましょう。慣れるまでゆっくり大きく動かしてみましょう。慣れたらタイムを測ってみると面白いと思います。2人1組になり、向かい合って座り、両手をつなぎ足裏を合わせます。足裏を合わせたまま片足ずつ上げます。両足を上げたら10秒姿勢をキープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。長引く休校生活の中、子どもたちの生活習慣が乱れていないか心配です。子どもは体を動かす遊びや運動をすると物事に集中して取り組めるようになります。また体をたくさん動かすことで食事と睡眠が十分に取れるようになって、生活のリズムが整い、健康的な生活を送ることができます。運動は健康に過ごすための基盤になります。その中に運動遊びを取り入れてもらえると嬉しいです。